オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間です。皆さんこんばんは。怪談研究家の吉田裕樹です。本日の授業テーマはホラー漫画の映画化についてです。このテーマにぴったりの作品が8月23日全国公開される映画さゆりです。本日は本作で監督を務めた白石浩二監督と原作者である漫画家の押切蓮介先生をゲストにお招きし、ホラー漫画を映画化する際に最も重視するべきポイントはどこなのか、映画監督、原作者、このお二人双方の視点からお話をお伺いしたいと思います。それでは早速授業を始めましょう。では本日のゲスト、白石浩二監督と押切蓮介先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お元気で何よりです。はい、はい、ではまずお二人の簡単なプロフィールをご紹介します。白石浩二監督、呪い、オカルト、戦慄怪奇ファイル、怖すぎシリーズなど数多くの心霊ドキュメンタリー作品を手掛ける監督さんです。2016年には映画貞子 VS 加代子も手掛けた日本ホラー界のトップランナーですね。あ、もう全く否定せずにトップランナーぶりを見せていただいておりますけども、はいね、はい、トップランナーはこんなことしないかもしれないですけど、絶対してですね、はい、絶対遅いですもんね、はい、この走り方ね、はいはい、続いて押切蓮介先生、1998年にヤングマガジンまさし後ろだでデビュー。でその後ミスミソー、ハイスコアガールなどで人気を博します。今回映画化されるさゆりはコミックバーズにて2010年3月号より連載というお二人がタッグを組んで、ついにさゆりが映画化となったわけですが、あれ、お二人って以前から交流あったんでしたっけ？交流はでも、まあ、ないですね。あ、なかったです。僕が圧倒的にファンだったんですね、はい、怖すぎシリーズからのね、あの怖すぎを見に来てくださった時に、うん、あのちょっとそう、初めてご挨拶させてもらって、励ましてみたいな、はいはい、感じで、完全に僕の感覚と同じ人が現れてくれたみたいな感じ。なるほどね、うん、お化けをぶん殴るっていう。そうそうそう、はい、口裂女をね、あのバットを持って追いかけ回すんですよ、はい、もうこれはもう素晴らしいと、はい、うん、この人とはすごく仲良くなれるはずだって思っていたんです。確かにその点、一番日本で一番、世界で一番共通しているところはあるかもしれないですね。そうかもしれないです ね、はいはい、確かに。じゃじゃーん、夢のマイホーム天国へようこそ。おじいちゃんとおばあちゃんもあっちだから。兄ちゃん、ここちょっと怖い。おい、何がおかしいんじゃ。誰も笑っとらせんよ。誰か住んでもすぐに出てっちゃうのね。引っ越しはしません。お姉ちゃん、じいちゃんがおかしい。絶対出て行って、行かないとみんな。マリオ、あちゃん、すっかり目が覚めてしもうたわい。なんやチラチラ見えとったあれが全部やりよったな。払って済ませるつもりはねえ。地獄送りにしてやるんじゃ。やってくれるのさゆり、復讐じゃ。まずは白石監督から今回の映画さゆりのストーリーについて、はい、ネタバレをしないような範囲でご紹介いただけますでしょうか。まあ、主人公があののりおというあの中学生の少年で、まあ、彼の家族はですね、お父さんお母さんでおじいちゃんおばあちゃん、そしてあの弟、小学生の弟、この家族で、ある中古の物件に引っ越してきまして、ところがまあその家にどうも霊的な存在がいるようでおかしなことが起こり始め、で最終的にあのこの少年の、のりおと、まあ、認知症を患ったおばあちゃん2人だけがこの家に残ることになるんですね。でそうしましたら、おばあちゃんが急にですね、まあ、過去太極拳の師範をやっていて、で非常に厳しいおばあちゃんだったというおばあちゃんだったんですけど、そのおばあちゃんが急にこう当時のように覚醒して、復讐じゃっつって、2人であの幽霊に立ち向かっていくというですね、
そのようなお話でございます。まあ、合ってますか？あ、大体合ってます。対極拳はあの映画のオリジナルです。そうですね。そうですよね。やっぱり対極拳っていうのは、お化けに対抗するには一番いい格闘技だと思ったからなんですかね。脚本の打ち合わせで、一回、その、押木さんと、長くお話をしたときに、なんか、カンフーとか出てくるのどうですかねっていう。はい、お話がなんと原作者さんの方から、うんうん、っていうか普通に僕の漫画の中ではね、よくその幽霊をぶん殴るっていう表現がなされてたんですよ、はいはい、でもしこの映画のさゆりでそれが実現できたら楽しそうだなとは思ってはいたんで、監督さんの方からその提案が来た時は願ったり叶ったりだなって思ってました、うん、まあカンフー案にかぶせて、じゃあ太極拳はどうですかっていう、はいはいはい、太極拳だったらよりその気の力みたいなところがまあその感じられやすいので、イメージとして、でそれでまあ本当にやることになったっていうことでございますね、はい、白石監督でもさゆりを映画化しようと思ったって、はい、これだってなったって、どういった点が、それはやっぱり私 の, そのまあカルトとか貞子ばさん太鼓でもやったような、その前半と後半くっきり分かれて、前半なんかこう人間がやられてばっかりなんですけど、うん、でも後半はちょっとあの復讐に転じるというか、うん、あの攻める方に転じるっていう、うん、くっきりしたその構成と、うん、あと自分も常々その、まあ、生命力の価値みたいなものをなんか映像にできたらいいなっていう思いがあるので、うん、そう、まあドンピシャでそれがちょっと描かれて、うん、非常に素晴らしい形で描かれてたので、私もあのさゆり漫画読んだ時に、あ、なんか明日から毎朝走ろうかなって思う気持ちになって、まあ走らなかったんですけど、まあね、でも相当やろうかなやろうかなっていう気持ちにはなったんで、あのそれぐらいの高揚感がやっぱりある漫画で、その前進したくなるようなエネルギーっていうのをなんかこう映画にできると本当いいなっていうふうに思って、まあこれをその映画化するとしたら、あの海外だったらまあいろんな監督もいると思うんですけど、まあ日本だったらもうこれをちゃんと映画化できるのは本当私しかいないだろうと。まあ、そうですね、はい、確かにもう怖すぎとかもね、はい、まさにあれでお化けぶん殴んだっていうのでみんな衝撃を受けましたからね、押切、はい、さんも怖すぎ見て、あ、うん、俺と合致してるっ て, って僕はもうずっと片思いしてたんですよ、はいはい、ずっとこう端から見つめてたんですね、うん、でその思いがようやく成就したっていう、両思いになれたなって全然両思いの感じのラブラブ感が、まあ、多分まだ友達ではない。いやいやいや、まだそんなにね、会った回数、ね、全部で10回に満たないです。満たないよ。まあ、友達ではない。LINE も交換してないんです。してないです。してないです。押し切りさんはミスミソも映画化されてますけども、さゆりも含めて、はいはい、その自分の作品が映画化されるのって、はい、結構どういう感覚になるんですか？いや、普通に嬉しいですよ。はい、映画好きなだし、うん、でそもそもやっぱり自分は映画を撮りたいっていう気持ちがずっとあったんですよ、うんうん、でも現実的じゃないから一人で漫画を描いていたんです。でさゆりは一番自分が映画として見たい作品だったんですよ。ああ、それを漫画でまあ描いたわけなんですけれども、うん、まあそれがね今回映画化になってね、うん、もう願ったり叶ったりだと嬉しかったです、うん、でも結構漫画家さんの、まあ、映画だとしょうがないっていうか別にいい悪いではなくて、うん、改変しなきゃいけないところがあるじゃないですか、はいはいはい、そこら辺は別にまあもう全然もういいんじゃないですか、はい、うん、もうなんか僕のものから離れていくっていう感じなんで割り切れるんですよ、うん、だからもう白石監督のものになるのであればもうどうぞもう好き勝手にやっていただければっていう気持ちになって、うんうんうん、でも最初の方は一度割とこう細かいことをなんかこう結構あの時はね、あのこだわりが強すぎて、はい、うん、僕もね、あのちょっとなんだろう、あの余計なこといっぱい言っちゃったなと思って反省して、これ守ってくれよみたいなことですか？ここは変えないでくれよとか、なんか、ね、自分の中でね、その自分の中で一本の映画ができてるんですよね。ああ、映画化するんだったら、実写化するんだったらっていう、そうそうそう、そこのこだわりが強すぎて、はい、そのわがままを結構白石監督に言ってしまったかもしれないです、うんうん、逆に白石監督はまあ映画化するにあたって、はい、まあ、この漫画のここは残す、あるいはここは映画として変えるっていうこだわりってどういった点があったんですか？そうですね、やっぱり漫画の中心にあるもの、核にあるその、まあ、そうですね、生命力の方が霊的な存在よりも強いはずだっていう、生命力最高みたいなところっていうのをやっぱりしっかり
あのもうそこは、まあ、漫画を読んだ時の感触をその映画を見た時にお客さんが感じれるように、まあ、それこそ自分が見ても感じれるようにしたいなと思ったのが一つ、まあ、それは絶対やらなきゃいけないことで、その、まあ、原作ものを映像化する時には絶対やらなきゃいけない、その大事な部分をあのちゃんと映画の中でもやるっていうのはやらなきゃいけないと思ってるんで、であとはそのやっぱり漫画と実写の違いっていうのがすごく表現としての違いがあって、はい、その漫画とかあと小説とか演劇っていうのは、まあ、すごく抽象性が高いものだと思っていて、まあ、2時間とかそれぐらいであの全部完結してしまう映画っていうのはだいぶちょっと表現の種類が違うって自分の中で思っていて、だからそのそうですね、作品を深掘りした時にあのまあ、要は実写の方が人間が演じてるんで、うん、もう単純にリアリティが増してしまって、まあ、漫画の抽象表現であるとか小説の抽象表現、演劇の抽象表現とはやっぱり違うリアリティっていうのがどうしてもあの画面の中に実写だと存在してしまって、まあ、画面の外をも簡単に言うときっちり設定しておかないと見てる人があこれ本当の話だっていうふうに、見れなくなっちゃうんですよね。まあ、これあ人間が演じてるんだね、役者さんがやってるよねとかいうふうに思うと結構実写の映画作品は、まあ、冷めてしまうので、その辺が、まあ、表現が違っていて、まあ、舞台だったら役者さんがやってるって大前提で役者さんが演じてるって飲み込んでお客さんが見るもんなんで、もう全然なんか表現が違うんですよね。まあ、自分はその、テレビでやるドラマとかも、もうそれにちょっと近いものだとは思ってるんですけど、うん、だから映画の映像化って結構特別で、そのまあ要はリアリティ漫画の映像化ですね。あ、そうですね。漫画の映像化、まあ、実写化ですね。原作もの実写化っていうのはすごく特殊で、そのまあリアリティをとにかくしっかり埋めていかなきゃいけない。勢いとかでまあ全然気にならない部分っていうのが、まあ実写化すると急に気になってきちゃうんで。うん、だからその辺を、いろいろ詰めていかなきゃいけないなっていうのがあって、まあ、それによってその漫画の中ではそこまで描いてなかった部分というのを、まあ、今回の映画ではちょっともう一つ先まで、まあ、ちょっと描かさせてもらったっていうのはあります、ね、押切さんはじゃあこの作品ご覧になって、うん、はい、どのような感想をお持ちですか？いや、もう特に後半はね、もう白石武士が凄まじいなと。なので僕のファンと白石監督ファンが満足するんじゃないのかなと。Jホラーファンからしたら、まあ、珍しいものが出てきたなと、そういう気持ちになってくれるんじゃないのかなと思います。うん、で映画でいうと、まあ、後半の部分、はい、まあ、漫画だと2巻の部分に当たるところが、はい、でもあれも押し切り節でもあるじゃないですか。まあそうですね、もうお化けぶん殴るぞっていう、はいはいはい、後半はもう結構白石節も、うん、あ、これはもう白石だっていう、うん、白石監督だっていう、そう、ね、うん、見せつけられましたよっていうところもね、ちょこ、うん、結構出てきますもんね。うん、僕はもう白石監督のファンなんでね、もうすぐ分かりました。あ、もうこれはやりたかった、いつもの白石監督のパターンが、ゲロ、触手、はいはい、ね、暴力と、ね、ね、必ず出てくる要素がさゆりにもね、ふんだんに使われているんで、口汚い言葉、そうです、あんなね卑猥な言葉を使わせるこの白石監督の力量も、あれは押切さんにはないですね。ないないです、私じゃないですよ、これ下品な僕じゃないです、これは、ちょっととある ね、絶対に僕じゃないですから、ね、まあ、生命力を象徴するちょっと下品な言葉が、ドーンと、押切、ね、さんがこれぜひやってくださいって白石監督に頼んだわけじゃないことは一応言っといた方がいいかもしれない。一応言っときますね、これはね。まあその自分が小学生の高学年の時に、はい、ある日運動場のね遊具で遊んでたら、はい、ちょっと成長の早い大きい女の子が近づいてきて、はい、ね、白石くん元気はつらつってどういう意味か分かる？って聞いてきたんですよ。ああ、実体験？実体験。ああ、で自分はまあなんか聞いたことはあったんですけど、うん、元気はつらつって言われてもっていうのも思いながら、うん、いや知らんけどっつって答えたんですよね。はい、で、まあ、それがあって、今度高校生の時、うん、まあ、自分が生徒会に入ってたんですけど、うん、生徒会の、まあ、ある一人の女の子が最近金縛りにあって怖いっていうんですね。うんうん、で、あ、それならって、その小学生の時のことを思い出して、今度金縛りにあったらもう口で言えなかったら心の中でもいいから、うん、元気はつらつ
唱えてみて、絶対金縛り解けると思うって言ったんですよ。今だったら逮捕されますよで、そしたら分かったっつって言って、うんうん、でその後彼女は金縛りに会うことがなかったらしいんですよ。だから試す機会はなかったらしいんですけど、あでも気持ちのもう来たらやってやるぞっていうので、うん、多分こう撃退できたんじゃないかと。そうですね。だからもう予防注射打ったみたいな感じになってね。そうそうそうで、あこれ効くなっていうのはずっと私の心の中にあってついにそれを映画の中にぶち込む時が来たなっていう。だってちょっと待って、押切、はい、さんの大事にしてるものは大事にしようって、はい、最初の方に言ってたじゃないですか、はい、いやもちろんもちろん、はい、白石監督の小学生の淡い思い出をね、はい、僕の映画でぶちかまされる利用していた。いや合致したんですよ。これはでも生命力の強さだなっていうのがありまして、はい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 、言葉自体にそのテーマ性と確かに合致してる。そうそう合致して、あこれだピーンときたんですよ。これが白石節なんです。そうね、僕も魅了されてます高校、はい、高校の時の女友達が試せなかったから、うん、この映画で試そうってここ先が僕の漫画にだんだんどんなこと言ってんのかなって想像がついてきた人たちもねいると思いますけど、まあ、それはぜひ ね、 そうですね、劇場で、はい、お聞きいただければ、はい。ちょっとパーソナルな話になるんですけどね、牛切先生っていつから漫画家を志したんですか？高校卒業した4日後ですね。だから具体的3月7日1998年の3月7日にすごい牛切蓮介って考えて、はい、3月ペンネームでそうですそうです。あでその1998年3月9日に漫画を描き始めたんですよ、はい、で3月14日に投稿して3月26日に連絡が来たっていう。生まれて初めて書いたんですか？生まれて初めて書いたんですよ。だから原稿の書き方とかも全然分かんなくて、立ち切りの位置も全然狂ってたしね。だから全然漫画の書き方が間違ってはいたけれども、勢いがすごい伝わりましたって言って編集者から連絡が来てから、そこからこう活動していったっていう。なんかすごい暗い漫画でしたよね、うん。いやもう当時はね、ギャグだったんですよ。暗いし汚いし絵も拙いしね、ギャグ漫画で、でもう当時から書いてたのがその幽霊をぶん殴るっていうテイストでやってたんですよ、うん。あれも本当さゆりと共通してるとこありますもんね。ものすごい共通してて、ね、そのまさし後ろだっていう作品でデビューしたんですけれども、うん、幽霊をぶん殴って、さらにその幽霊を警察署に突き出して、うん、で後半は警察署で取り調べを受ける幽霊の様子を描いたそこはちょっと違う、そういう漫画なんですけど、まあ、それ違うけれども、はい、僕がずっと守ってきたテイストがそういうところにあったんですよね、うんうんうん。でまあさゆりがもうそれに反映しているっていうか、うんうん。でも押切さん、なんで高校卒業して4日目に漫画描き始めようと思ったんですか、はい、いきなりですか？いきなりです。気持ち悪い。そう。普通にね、大学に行く能力もなかったし、専門学校に行くそのお金もなかったしね、もうフリーターでやっていくしかないと。で、フリーターだけやっていくのは、まあちょっと寂しいんでね、ちょっと、なりたかった漫画家にもね、ちょっと目指してみようかと。じゃあ一応、うん、昔から漫画家には憧れやなりたい。いや全然憧れてなかったし。今漫画家になりたかったからって言ったじゃないですか。いやその瞬間にちょっとなってみようかなと思ってます。漫画読まれてはいたんですか？読まれてはいたんですけれども、急に思い立って卒業して3月7日に漫画家になろうと思ったんです。別にこう矛盾してますよねとかイメージしてた漫画家さんとかがいるわけではなく、まあだから吉見昇先生っていう昔のね漫画家さん、怪奇漫画家さんがいらっしゃって、ね、それに結構なんか影響されたっていうかね、こういうその昔風の漫画を今にね出せたら面白くなるんじゃないのかなと思って、うん、まあ、自分なりに書いてみようと思って3月7日になろうと決めたんですそう歌詞みたいに3月7日に書いて3月14日に、ね、とにかく自分の3月7日なんですよねそうホラー作品っていうのは昔から好きだったんですか？もうすごい好きです、はい、もう幼稚園の時からもうバタリアンからずっと、昔テレビで平気でホラー映画いっぱいやってたじゃないですか、はいはい、もうあれに翻弄されてこういう風に育ってしまったんですさゆり読んだ時に、うんはいはい、あ
これ押し切りさんのちょっと自伝というか、すごくパーソナルな部分が強く出た作品だなと思って、自伝ですか、押し切りさんの生まれ育った環境というか、これ言える範囲でいいんですけども、でそれがやっぱり幽霊をぶん殴るっていうところにもつながっている、つながってますね、まあ、経験談が一応あるんで、言える範囲で、だからもともとその幽霊に対する反感のまあ一番最初のきっかけっていうのが、あの父親が行方不明になってしまったことがあるんですよね。で、あの3階建てのマンションに住んでて、一番上のあのうちの105号室の真上の305号室のお父様が亡くなられるんですよ、事故でね。で、それは別のご家族の、別のご家族です、はいはい、でその1週間も満たないうちに、さらに真上の205号室のお父様が、また亡くなられるんです、自死ですね、はい、そうこうしてるうちにうちの父親が騒ぎ出して、この部屋がすごいおかしい、匂うみたいなことを言い出して、次の日に行方不明なんですよ。ほう。ガチで。で、本当に、あの、警察にも行って、被害届、捜索届を出したりとかして、はい、それからもうずっともういなくなっちゃったんですよね。で、父親も帰ってこないし、で、残された僕たちはね、まあ、そのマンションを引き払うんですけれども、うん、あの狭いアパートに、まあ、越すんですよ。でその初日に僕と母親が同じ夢を見るんですよ。うん、その、まあ、前父親と住んでいたそのマンションからこうじゃあ引っ越そうって言ってバスで移動するんですよ。夢の中で。夢の中でね。うんうん、でわーっとマンションからこう遠ざかっていって行くんですよね。僕が バスの一番後ろで見てるんですよ。そしたらそのマンションから父親が走ってくるんですよ。お助けてくれっつって言って、お助けてくれって言われて、でガバって起きて、ああ夢かと思って。そしたら襖を隔てて向こうで母親が寝てるんですけど、ああみたいな風にうなされてるんですよ。でどうしたどうしたのっつって起こしたら、あの同じ悪夢にうなされてたんです。でそれを聞いて僕は父親が行方不明になったのはなんか超常的なものなんじゃないのかって思ったんですよ。でよく心霊ホラーとか映画でも行方不明になっちゃうことよく多いじゃないですか、お化けに連れ去られたりとか、はい、散々私もあれをやってきましたよね、はい、それも父親が同じね突然いなくなってしまったんで、すごくそこに感情移入して、お化けは許せないっていう気持ちになってったんですよ。で僕にはどうすることもできないからぶん殴るしかねえっていう気持ちが、漫画でぶん殴ってやる、漫画でぶん殴るしかねえって、そこが根幹っていうか、え、いまだに、うん、じゃあお父さんはねいい質問ですねなんとね、そのさゆりのね出版されてるあの幻冬舎で、はい、働いていたんですよそれも行方不明になって12、3年経ってから発覚したって本当ですよね。そう、なんとさゆりの幻冬舎しかもうちの息子ね漫画家なんだよって、そう広めていたらしい、自慢してた、そう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 、いやまず連絡取ってくださいよ家族にいや本当ですよね。そうなんですよ。そういうつながりがあるんですよ。え、じゃあお会いしたんですか。会いました、会いました。会って、まあ、一昨年亡くなってしまったんだけれども、あまあ、いろいろ交流はしてね、はい、あなんか普通に、あの、出ていったな、家出してしまっただけだと。だから僕が、まあ、幽霊のせいだと思ってたのは、ただの勘違い。普通に出ていたって、なぜ出ていっちゃったんですか。まあ家が嫌になっちゃったんでしょうね。もともとなんか太宰治に憧れていた節があったんで、自由になりたかったんでしょうね。なるほど、うん、そして幻冬舎に入って、幻冬舎に入って、はい、働いていたっていうね。なるほど。いや前半だけ聞くとすごくいい話なんですよ。でね、お父さんがお化けに連れ去られたから俺は漫画でお化けを殴ってやるんだっていう、はい、感動的だし、こう心がね、はい、奮い立たされる、こちらもなんかこう、はい、頑張れって、俺も頑張ろうってなる。後半で
かく、うん、だいたいこの話するとみんなずっこけますねということでお時間が来てしまいました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。改めて映画さゆりの見どころをお願いいたします。まずは白石監督から。映画さゆりは陰と陽、そして、絶望と希望を描いた映画となっております。ちょっと抽象的でよくわからないかもしれませんけど、まあ予告編見てください。怖いけど最終的には元気になれる映画になっていると思いますんで、ぜひご覧ください。元気はつらつ。白石節が炸裂した素晴らしい映画となっております。僕も映画で非常に興奮させていただきました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、私もこの映画見まして、まさに押し切りカラーと白石カラーが陰と陽のように、太極拳のようにこう絡み合い、ぶつかり合い、時には調和し合いっていうところで、まあ私もお二人のファンなんで、絶対お二人の同時のファンってたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、あるいはそれぞれのファンの方も見に行くといいし、まあ、あるいはこの2人のこと大嫌いっていう人もある意味ぶつかり合ってるんで、見てみたら面白いと思いますよ、はい、ということで映画さゆりは8月23日より公開です。皆様ぜひご覧ください。そして次回も引き続き白石監督と押切先生にご出演いただきまして、怪談会を行いたいと思います。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の怪談会をお楽しみに。また次の授業でお会いしましょう。じゃじゃーん、夢のマイホーム天国へようこそ。おじいちゃんとおばあちゃんあっちだから。兄ちゃん、ここちょっと怖い。おい、何がおかしいんじゃ。誰も笑っとらせんよ。誰か住んでもすぐに出てっちゃうのね。引っ越しはしません。お姉ちゃん、じいちゃんがおかしい。絶対出て行って出ていかないとみんな。マリオ、あっちゃん、すっかり目が覚めてしもうたわい。なんやチラチラ見えとったあれが全部やりよったな。払って済ませるつもりはねえ。地獄送りにしてやるんじゃ。やってくれるのさゆり。復讐じゃ。